10月30日日曜日、今は6時7分。6時10分に起きるつもりが、もう6時前に勝手に目が覚めた。なんかここにネパール人家族とか、わかんないけど、泊まってるみたいで、すごいうるさい。あとは鶏がずっと鳴いて、外で。まあ朝ごはん食べてから、バス乗り場行って、今日は、ポカラへ向かいます。ポカラに着いたらもうアンナプルナサーキットは終了ということで、バスが事故らないように祈ることしかできないけど、お腹すいた。6時半に朝食を頼んだのに、まあ、案の定来ないね。36分、まあ、まだ6分しか過ぎてないけど、昨日も夕飯6時って言ったのに6時半過ぎに来たからね。本当に昨日はもう何回も、明日は朝バスで移動するから6時半ねって何回も言ったのに。まあこれがネパールだ。もうできたって聞きに行ったら、もうほとんど終わってるとか言ってたけど全然来ない。もう6時52分、やっと来た。もう7時だよ、ほとんど。もう7時20分には出ないと、入れようと思ってたのに、準備する時間がマジでない。さて、バス乗り場へ。ただバスもね、ああ来てるわ、一応来てるわ。バスあれに乗るのかな。昨日予約ってほどでもないけど、一応やったから多分。だってあれだわ、来てるわバス。今こうクラクション鳴らしてるバスはポカラ行きじゃないみたい。なんかここで待ってろって言われた。もうちょっとしたら来るからここで待っとけって。バス来たらしいけどすごい満員だな。乗れるかわからん。まさかの満員だから荷物を上に乗せるというね。まあ一応乗れるっぽい。まさかの一番後ろの席。満員。ポカラまで6時間らしい。
今ベニっていう町、今11時30分ぐらいで、ここでダルバートブレイク、ダルバート休憩、昼休憩だね。僕はそんなにダルバート食べるほどお腹空いてないから、このクラッカーと水だけ買いました。僕はクラッカーブレイク。ここはジャイジャイアっていう村なのかな。ベニっていう大きい町を通り過ぎたところ、ポカラまであと まだまだ先なんだけど、ポカラはなんかね3時とか2時半ぐらいに着くって言われてるけど、実際はわからないね。着いた。あとは終電まで乗って、そこから歩いてホテルまで。
今14時53分で、8時半ぐらいに出発したから、まあ結構かかったな。いや、バスはだいぶ長かったけど、6時間ぐらいか乗ってたんだけど、まあ、休憩は1回だけだったな、昼休憩。まあでも隣に座ってた、僕一番後ろの左端に座ってたんだけど、隣に座ってた男の人がトレッキングガイドの人で、やってる人で、まあ、その人とずっと喋ってた。楽しかった。なんか彼はね、24歳でカトマンズの大学生らしいんだけど、大学行ってるって言ってたけど、なんかガイドはパートタイムジョブって言ってたね。でなんか3年間ぐらいはポーターをやってたんだけど、もう最近はガイドもやってるって言ってた。ポカラめちゃめちゃ暑い、半袖1枚でも暑い。半袖1枚しか持ってきてないからな、どっかで買うか T シャツ。ここにあるオクトパスヘアーってとこで3年前は髪切ったんだよな、お任せカット。誰もいないね。懐かしのペンギンゲストハウス。3年前はここの部屋じゃなかったけど、まあペンギンゲストハウスは3年ぶり。いつものご主人が迎えに来て、迎えてくれて、奥さんがコロナで亡くなったって言ってた、1年ちょっと前って言ってたね。暑い、 T シャツもう1枚買いたいな。とりあえずシャワー浴びよっかな。長いようであっという間だったんですけど、10月14日から出発したのか、10月14日にベシサハールに泊まって、で15日から歩き始めて、で30日にポカラに、まあ、帰ってきたというかポカラに、下ってきました。まあ、ポカラはね、標高800メートルぐらいなのかな、ちょっとわかんないけど、まあ、だいぶだいぶこの間まではもう標高5000メートルぐらいの雪山のとこにいたのに、今はもうかなり夏日、最高気温27度、今27度だな。ちょっともうさっき洗濯して、今24度だ、さっき洗濯して服がないからこのちょっと暑いやつ着てるんですけど、下ってきました。楽しかった。今5時になったら気温が23度ぐらいになって、めっちゃいい感じ、過ごしやすい。まあ、T シャツはいっか、買わなくて、毎日洗えばまあ乾くでしょ朝には。で夜っていうか夕方になったらこれを着れば、これ1枚でちょうどいい。今日は夜ご飯は中華でも食べようかな。ポカラはね、美味しい中華屋があるんだよね。あ、夕方はむしろちょっと肌寒いかも。ポカラレイクサイド、人多いな。山から下ってきたばっかっていうのもあるから、なんか見慣れないというか、人がめちゃめちゃ多い。